おはようございます。7月23日第700回ほぼ中山ラジオになります。今日はね、腹掛けをまた乗せてみようかと。来たばっかの時に乗せてね、それからしばらくだったんであれなんですけど、ちょっとケバケバがついちゃってね、汚いんですけど、まあここのね、餌とあと成田の方にね、川エビの乾燥をしたやつが安く売ってるところがあるんで、それを買ってきてね、川エビをちょっと食わせたりして、今伸ばそうとして必死に餌をやってる感じなんですけど、うっすら成長線が出てきたかな程度ですね。まだこいつは多孔なんですけど、まあ色が僕がちょっと望んでるような感じになりそうな雰囲気を持ってるので、白底でね、今飼っています。前回もいたね、あの腹掛けは白底で飼ってもね、薄グレーになっちゃう感じだったんですけど、これはなんか黄色っぽくてスポット灯が出て、コーラがもしかしたら放射能が出るのかなっていうような感じですね。しかしちょっと今昨日のお水をそのまま使ってるんですけど、この深さでもね、めちゃめちゃ泳ぐっていうことを考えると、やっぱり狭いところで飼うと太ってしまうっていうのはよくわかるなというふうに思うんですよね。かなり遊泳性が強いカメなんだなっていうのが、この泳ぎ方を見てもね、分かる感じです。なんか確かに僕の知り合いでね、結構深いところに飼ってる人、飼ってて、そこで交尾させてね、産卵場所を水槽の真ん中にね、ドカンと、立てている人がいたんですけど、まあそういう風に飼うかなっていうふうに思って、逆になんかちょっと深すぎて心配なのにと思ったんですけど、まあそれが正しいのかなっていうふうに今ね、このちっちゃいのこの深さの水槽に入れて泳がしてみるとね、なんとなく感じるところだなと思います。まあ休める場所を作ってあげればね、全く問題がないだろうなというような優越性を見せています。で、ワイルドで来る腹掛けってなんか太ったやつって本当にないイメージなんですけど、 CB でね、飼い込んだ個体って結構太ってるのが多いんでね、まあやっぱりその辺が作用するのかなと思います。だから相当動くんでしょうね。もしかすると、ね、ただ大きくするっていうのはもちろん、ね、いいことだと思うんですけど、ただ大きくするだけじゃなくてね、ちゃんと泳がせたりして動かしてね、飼育するっていうのが、まあ、本来の腹掛けには一番ベストなのかもしれないですよね。ただ僕はボヨンとしてでかくなってね、色が薄っぽいやつっていうのがね、好きなんで、それはそれでありだと思うんですけど、ただワイルド、日本人はね、ワイルド好みの人が多いんでね、ワイルドチックに成長させたいっていうなら黒底で泳がせるのもいいのかなと思っています。ただ僕は白っぽくして極限まで大きくしたいんでね、黒底飼育は今回こいつに関してはしないつもりでいます。まあ水槽が今ね、取ってるところがただ黒底になってるってだけでね、まあ常に白いところにいるんで、色はね、浅くなるんじゃないかなと予想してるんですけどね、まあどうなっていくことやらという感じです。まあ人気があるのはよくわかるね、アグレッシブでかっこいいカメっていうね感じだと思っています。まあ多幸だったのでね、本当に安く購入することができて非常にラッキーだったなと思っています。なんか最近腹掛けがちょっとずつなんか動き出しているようなイメージでね、一回なんかすごい世の中に出回ったんで、これは腹掛けは終わりなんじゃないかみたいな噂が流れた時が一瞬あったんですけど、その後やっぱりね、だんだん売れ出してね、まあ、安いのからどんどん消えていってるんで、まあ気がつけばね、またいつもの通り腹掛けね、いなくなったねっていう風になってるような気がします。なんでね、まあ日本の国内需要っていうのはどれぐらいなのか僕はちょっとわからないんですけど、ただある程度のカメたちっていうのはほとんどね消え去っていくっていうふうに考えると、まあそれなりにやっぱり需要はあるんだろうなと思っています。ただ輸入しちゃった個体に関してはね、本当余ってしまうのがたまに出たりするっていう話を聞くんで、海外からいっぱい入れるとね、そこまで動かないのかなって、まあやっぱりカメを飼育する人たちがちょっとずつ減っているのかもしれないですね。昔は熱帯魚を飼ってて一緒にカメも飼ってってっていうのが多かったんですけど、まあ、動物は取扱業の絡みでね、熱帯魚屋さんでも置いてないところっていうのがだいぶ増えてしまいました。まあ、わざわざ、ね、動物取扱業を取ってまでね、カメを置くほどカメが売れないのに、じゃあそれをやる必要があるのかって話になってしまうんでしょうね。いや、そう考えるとまあカメを置かないで魚だけにね集中した方が、まあ、熱帯魚さんだったり金魚屋さんだったりね、そういうような観賞魚ショップっていうのはそういう判断を下しても仕方がない話なのかなというふうに僕も思います。
ね、逆にね、亀だけで売っていけば亀ね、あの金額も張るから儲かるのにって人もいるんですけど、ただじゃあ亀をそこまでね仕入れて やるっていうのはまた本末転倒に、熱帯魚の方がね薄くなってしまうんだったら本末転倒だよねって話だと思うんで、まあ、やっぱりその人のね得意な分野、ね、やりたいこと、ね、そういうところで変わってくるとは思うんですよね。まあ僕がやるとしたら、まあ亀メインのね金魚、川魚で好きな熱帯魚をちょっとやりたいなと思うんですけどね。でそこにまあメダカとかのね、まあ、あの人通りが多いんだったらメダカをやったりみたいなお店を多分作ると思うんですけど、まあだいぶ偏った店になると思うんですよね。ただそれをやって売れなかった時のねダメージがでかいんで、あんまり偏りすぎるとどうなのかなと思うんですけど、まあやっぱりね、あの売れるもの売れないものねどんどん分かれてくると思うんで、そこでねお店としてもどうしても分かれざるを得なくなってしまう。ただとんがった店をやってね、とんがってお客さんたちがいっぱい来るようになれば、それはそれで面白いのかなと思うんでね、まあいつか、命があるうちに店をね、まあ5年でも3年でもいいからやってみたいなと思いますよね。まあなできるならね、もう来年再来年ぐらいから、でも来年再来年だとまだ子供がちっちゃいんでね、子供がある程度の大きさになるまで、だ今2歳、もうすぐ3歳、3歳の年なんで、だ50過ぎぐらいにオープンできれば、なんか人生的にはね、面白い人生になっていくんじゃないかなと思うんですけどね。まあまだまだね、ちょっと時間もあるので、いろいろ考えながら試行錯誤してね、やっていきたいなと思っています。まあ最終目標としては僕はショップをやるっていうところですよね。まあ動物取扱業はあるんでね、今からでもやろうと思えばできない話ではないんですけど、まあ中途半端になってしまうんでね、そういう風にする必要はないのかなとも思っていますんで、まあいろいろね悩ましいところですけど、ちょっと今後にね自分の課題かなというふうに思ったりしています。まあメーカーとしてももうちょっと結果出さないといけないよねって話だと思いますしね。そんな感じでね、今日は腹掛けを出させていただいて、話がだいぶ脱線してしまいましたが、イベントの方も今週はないのかな、ちょっと僕調べてないんでわかんないですけどね。で今週はまあ僕はあの沖縄に行くんでね、もうそもそもじゃあイベントがどうこうっていうのを全く考える必要がないような感じになってるんで、今週はね、もうね火曜日つい木金仕事して土曜日のね朝出て、で土曜日の夕方には沖縄に着いてっていう感じですね。まあちょっと友達も沖縄で仕事してる人がいるんで、会えればねそこに行きたいなと思いますし、まあ楽しめたらいいなというふうに思うんですけどね。まあどんな日程になるのか、そして台風直撃とかそういうのだけは避けてくれるとね、台風直撃して最後向こうに行ったらいいけど帰れなくなってしまうっていうのが一番恐ろしいんでね。だからちょっと金曜日の夜はね、亀をしっかりちょっとメンテナンスしてね、3日間、完全3日間、まあ朝いるか開くんでね、ちょっとそこを調整しないといけないなと思ったりしています。ということでね、楽しい週末が待っているので今日も頑張ってこようと思います。今日はこの辺で終わりにします。ありがとうございました。